それからもう一つ、先ほど言ったように、コンピュータープログラムというのは、処理をするときにプロセスというのを作ります。または、まあ、タスクというふうに言います。タスクというのは、仕事というんですね。プロセスというのは処理するという意味ですけども、まあ、これはオペレーティングシステムが作るわけですが、そういったものを同時に、並行に処理することができるというのが今のオペレーティングシステムでは当たり前になっています。それをマルチタスクシステムというふうに言います。またはマルチプロセスシステムというふうに言います。まあ皆さん、何となく分かっているようにキーボードを叩きながらネットワークを見ながら印刷をしながらということができるわけですよね。で、CPU という、まあ、頭脳はですね、一つしかありません。皆さんの使っているコンピューターに必ず、相当高価ではない限り、一つの CPU しか入っています。それを先ほど言ったように、複数の処理を同時に、まあ、実際には全く同時ってわけじゃないんですけど、あたかも同時に、少しずつ切り替えてやるという処理で、見た目に、平行に処理することができるというもの、これをマルチタスクシステムというふうに言います。あと言うと、これは言葉の定義です。ですから、一番最初の話にも言いますと、ハードウェアというのがあって、その上に、まあ、基本ソフトウェアと呼ばれるオペレーティングシステムがあって、その上でアプリケーションソフトウェアというのは、このプロセスとして、オペレーティングシステムから見るとプロセスとして動いています。ですから、皆さんが今作る、プログラムというのは、まあ、最初はすごく小さなプログラムで、簡単な処理しかしませんけれども、実際にはオペレーティングシステムにプロセスとして実行してくださいよというのを頼んで、で、その上で処理をすることができるということです。まあ、スマホもそうですね。アプリというのは起動しないと処理できませんよね。なんかアイコンをクリックして、で、起動というのをして、で、処理をさせるということをしますけれども、その時には実際にはオペレーティングシステムにですね、プロセスとして作ってくださいねというのは頼むという処理が入っています。まあ、そこをですね、まあ、これからプログラミングやるわけですから、少し、覚えておいてくださいということです。まあ、このプロセスという言葉ですね。で、先ほど言ったように今タスクとも呼びますけれども、まあ、抽象的に言いますと情報処理の単位というふうに定義することができます。はい、まあ、大体そのぐらいの知識はある程度頭に入れておいて、いよいよじゃあ C 言語のプログラミングに行きたいと思います。この資料はですね、少し、バージョン古いですけども、基本的に同じです。じゃあまず最初に説明だけしたいんですね。最初にビジュアルスタジオというのを起動します。で、そうすると、まあ、Visual C++ というところを選んで、で、前回少し言いましたけども、まず最初にファイルから新規作成を選んで、プロジェクトというのを選びます。それで、最初はですね、最初の10回ぐらいは、コンソールアプリケーション。まあ、これも少し後で説明しますが、昔のやり方ですね、ウィンドウを使わないプログラミングというのをやるという意味で、Win32 というのを選んで、コンソールアプリケーションというのを選びます。で、必ずプロジェクト名を、まあ、毎回違うのをやりますので、書いてください。で、まあ、最初はですね、テストとか、何でもいいです。まあ、とにかく、ユニークな名前を付けようというね。そこで、そうすると、次にコンソールアプリケーションというのが出てきますから、そこで次へというのをクリックして、さらに、
ここが大事なんですけども、カラダプロジェクトというのが出てきます。で、その前にコンサルティングケースがやられているかどうかを確認して、で、基本的にカラダプロジェクトというのはクリックされていませんので、クリックします。で、その後に最後に完了というのを押しますと、一応起動画面に来まして、でさらにもう一つやらなきゃいけないですね。プロジェクトから、新しい項目の追加というのを選んで、ここで、そうするとこのような画面になりますので、ウィンドウになりますので、でコードから C++ ファイルというのを、作ってくださいよということで選びます。でここのファイル名はプロジェクトの中のファイル名ということで、また何でもいいんですけども、ここはもう毎回サンプルで同じ名前ですね、いいと思います。で最終的に追加というふうにしますと、このような、これはまだ入力した後ですけども、入力する前の、真っ青な画面になりますということですね。でこのように最初に入力してください。これは最初のプログラミングということになります。それではこの資料に従って、ちょっと実際にやってみましょう。まずここまでいけばですね、とりあえずプログラミングができる状況にあります。もう一度やりますと、実際にやってみますと、すべてのプログラムから、ビジュアルスタジオ、マイクロソフトビジュアルスタジオ2010というのをやります。ここではプロフェッショナルというバージョンを使っていますけれども、これは売り物なので、ちゃんとお金を払って、使っているものなのでプロフェッショナルですけれども、ただでエクスプレスバージョンというバージョンはですね、ただで使うことができますので、もし家で使いたいという人は、ダウンロードしてね、エクスプレスバージョンというのをダウンロードして家で使うこともできます。最初はちょっと時間がかかるんですね。それでですね、とりあえず新しいプロジェクトを開く。これはC++ と C 言語だけではなくて、ベーシックとかいろんなものを使いますので、新しいプロジェクトを開くという後に、必ずこの VisualC++ っていうのを選ばないといけないんです。それで、Win32 コンソールアプリケーションを選んで、で、その次に、先ほど言ったプロジェクトの名前ですね。これは最初何でもいいんですけども、テストとか。選んでください。で、OK を押しますと、先ほど言いましたように、コンソールアプリケーションがちゃんと選ばれているかどうかを確認して、で、これ完了ではなくて、次へを押してください。で、このカラダプロジェクトというのはクリックしなきゃいけませんので、そういうことですね。で、カラダプロジェクトというのを選べば、あとは終わりですので、完了というふうにします。で、ここですね、このカラダプロジェクトが一番注意することになります。毎回同じことやりますので、そのうちになりますけれども、最初はここをクリックしないとですね、いけませんので、注意をしてください。で、ここはその OK で構いません。そうすると、まだ入力画面になりませんけど、こんな感じで、とりあえず右側にありますように、テストというプロジェクトができます。
で、プロジェクトから、新しい項目の追加というのはやります。そこで、C++ ファイルを選んで、で、ここでまた名前をですね、このプロジェクトの中での、このプログラムの名前をするのに、サンプルですね。そうすると、まっさらな、プログラミング言語の場合には、エディターと言いますけれども、ワープロと同じようなもの。